お疲れちゃんスラットです。今日はですねこちらのエリポンエリゴレやっていきます。というわけでついにねこの外役エリゴレヤバタニエンデッキくんになんとエリポンまで入ってきちゃいました。もう今の環境もしエリポンがものすごい強いですね。ものすごい強くて、まあ、エレジェイエリポン、ゴレエリポン、まあ、ただの高回転フェニックスエリポンみたいな感じで、まあ、いろんなエリポンデッキがあるんですけど、まあ、エリゴレにも来ちゃったよというわけで、まあ、後半のね形組んだ時の破壊力がマシマシになりました。はい、というわけでやっていきます。で鏡もあるので、まあ、最初にエリポン置いて、呪文打たれても、まあ、もう一回エリポン蹴るよね。はい、ズル戦術ね、はい、やっていこうと思います。で今日はちょっと7号行きたい。7号行ってしまえばマジであのそっからね負けても7号から落ちないし、まあ、勝っても増えるわけではないんですけど、マジであの無限ひたすらなんて言うんだろうな、もう競技場というかもう自分のねあの磨く精神と時の部屋みたいな感じで、まあ、無限にただただ試合できるものになるので、ちょっとちょっと7500ね行っちゃいたいんですけど、あと1勝でなんかいつも負けて無限にこの辺ちょっとうろちょろしてるので、エリゴレで、はい、私は7500エリゴレで行きましたよと、7500のエリゴレ使いとしてやっていきたいと思います。はい、でこれ、まあ、5番目にエリポンとかあるとすごい強かったんですけど、もういてんなお前来んな、0時からのエリポンが置けるんでね。さあ基本的にマジでエリポン置くだけなんでね。で今回の相手ディガポイっぽいな、これディガ飛んでこねえかな、かぶれ、いやータイミングがかぶらない、わー、えさあまさかのホグ、いやこれあの止まりません、まさかのすぎて結構びっくりしてるんですけど、あのこれ全然いいです。はい、こんなもうプレゼントフォーユー、いえカウンター、マジで本当に何が来る、何でも来いよって。あーファルチェだけはダメ、さ文句がものすごい欲しいんですけど、うわファルチェロケット、うわ意外でもなんだファルチェまでも処理できるよと、よし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 、いや処理してほしいな、全然ね痛いんですけど、なちょっとリードしてるみたいな、エリクサー的にはね。はい、今回の相手はファルチェホグのバルキリーが文句になってるっすね。あものすげえもうキングっすね相手は。さあ卵は残したい、いやーいい話、これロケくんのかな即、うっうっ、いや行けそうだけど、気合でライドラの気合で、あライドラの気合がやっぱ違いますね。はい、でまあローキー打たれてもどっち卵産むんで、まあとりあえずいっぱい追加してエリゴレまで行ってあげて、はい、おーおーおー相手なんもいないっすね、ほい、はい簡単料理完了ですねマジで、というのが、めっちゃ強いです。はい、なんかね矢の雨型とトルネ型があるんですけど、まあ矢でもいい、矢の方がね使いやすいかもしれない、普通にこう放っただけなんで、ね、トルネだったらねこうタイミングちょっと見極めたりとかもあると思うんですけど、まあそこは任せますよと。マジエリゴレ今世界一桁に1人と世界10位から20位にもう1人います。はい、っていうマジでなんかまあフェニックスですね本当に、いれば今の環境はある程度何のデッキでも上がれるよという環境になってますんで、大チャンスです。はい、順位サイタトロ、まあ、サイタトロはねえかあんまり、まあ、順位更新にはねもってこいの環境だと思うので、ありがたいことにねフェニックス下方来てないんでね、うん、まあ、1回来たけど足んないってか、これよりもさらに強かったんっていうびっくり。さあいやめちゃくちゃいい手札サイクル、これ0時からのエリポンポーンを切るっすからね。でこれちょっとトルネでホグとかね近起動したいんで後ろに置いちゃった、さあクロスが来ちゃう、うお前も、
めっちゃ強いんだけど、ちょっと行ってもいい気すんな。吹き矢使ったんで1コスの枠が、うわーめっちゃいい。アイゴレこれでも、お前何やってんだよ。いやーそれは強い。でも卵が起き上がれそう。いやー起き上がれないか。いや相手のデッキえぐくねって、まあ相手も思ってると思うんですけど、まあ一体リポンロケ来たらリポン来たい。うおーめっちゃ攻めてくるっすね。マジ？あ、ヒーラーそういえば飛んでるっすね。さあまあ多分200は呪文で落とされると思うので、こっからちょっとバケモン攻めで世界変えたいと思いますね。はい、エリゴレドラドラヒーラーエリゴレマシマシプラン、よし。マジ吹き矢強すぎ。マジ頼む、時間が、マジ頼む、本当に時間が、マジ頼む。エリゴレ大好きお前のこと。よし、一本完了で、相手はロケかなんかを打っとか。よし、マジでエリゴレ大好き、本当に本当にエリゴレお前のこと愛してる。いけいけいけ、愛情のパワーでいけ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 、キング落ちまえ。フェニックス、フェニックスお前も愛してる。いけいけ、にゃー届いちゃう。さあ勝てるんかい。さあ12をもらって7500到達してゆく。さあ75来ましたね、やっと来れた、長かった。でさあ7500がレジェンドアリーナですよと。でこっからはね、もう試合してもトロフィー減りません。はい、てか相手もこれ7500いってるから遊んでるっすね。あ、そういうことが可能になるんですね。ちょっとやってみるか。そう、多分負けても減らないと思う。だから今俺は12もらったけど相手はプラマイゼロみたいな。まあ、だから本当にもう精神と時の部屋っすよね。無限に、なんか練習場みたいなのにはなりそう。うん。やっぱ75行ってるとある程度相手も強いと思うので、そう、無限練習場みたいなね。まあ言、まあそれするぐらいならね、もう一個のトロフィーモードで、ね、順位更新目指せばいいやんってなるんで、まあまあまあ、相当ストイックな方とかはね、おすすめではある。75行ってからの無限マルチ。よろしく。でこれ75行ってると、75行ってる人とも当たるだろうし、この75行ってない人とも当たるんですよね。そうだから、外役鉄壁門番としてね頑張るのも、まあまあね、ミリあるちょっと性格悪めな人だとね、俺みたいな。はい、おお735行ってないのかつって行かせないよっていう門番ができます。まあ今回スキラっぽいな。さあ0時使って守る。いやフェニックスが頑張ってるよ。いやもったいない気もするけど、まあええやろ、耐えます。はい、相手ジャイスキラっすね。まあジャイスキラーヤンナーメファイブだったら泣くっすね、ぶっちゃけ。まあヤンナーメファイブじゃないこと祈りながらの、
うん、さあ5打ってきましたね。まあでも5使ってくれたんでって考えるとちょっといい話でもある。さあで、まあインドラとかがね結構めんどいっすよね俺からしたら。スケルトン部隊、さあまあこっからっすね私のターンは。マジ良妻っすね。マジで強そう。全然普通に展開化しちゃいそう。展開じゃねえ。全然普通に負けたわ。7500行かせないよっつってたのに。てかなんならどんぐらいこれ上げるんだろうね。いやーほんゼロや、やば、暴れ放題じゃんこれ。なんならねプレゼント配信者になれる、トロフィーあげる人に。さあいたら34ぐらい増えてんのか。おー行かせちまうな。マジこれ7500行ってない人と当たるともうなんか負けたくないっすね。なんかまあただなんでね、僕が損したことはない。なんなら相手だけトロフィー増えてすごい平和みたいなところもある。やなめの方がいいのかな。なんか悩むところっすよね。さあアリリさん、7500私は言ってます。天使か悪魔かどちらでしょうか。よいしょ。はい強い。なんならタルモ、はーい完封していく。レイジでレイジ防衛のんでライトニングなんで、これもう一回エリポン受けたら神でしたね。まあ置けないんで何とも言えないんですけど、さあまあエリポン置ければめっちゃ強そうだな。ライトだし、もうヒーラーてかエリゴリの枠文句とかでも良さそうだよな。さすがにやりすぎ、先行しすぎこれ。あーやべ、やっちまりよ。いやでもライドラ強い、マジライドラ強い。よかった、危ねえ。なんかボコボコにキングまでおられる、キングってかねプリンセスタワーまで行かれるぐらいの怪しい香りはしてたけど。オーブン、てかそんなキング軌道があるんや。てかオーブン、オーブン、オーブン、なんでオーブンっていう、マジで久しぶりに見たな。1年半ぶりぐらい。さあこやこやデッキなんですか。ライトニング、やばすぎ、意味わかんねえじゃん。さあ、ああフェニックスも文句も入ってんのか。いやだからライトニングでミラーか。うわなんか普通に渋いっすね。ライトニングドラゴン生きないんだけどっていう。まああんま考えずにぶっ破した方がいいかもね、こういうのって。考えてなんかかばんのって話よ。考えてプレイが上手くなるのって話よ。ユニットを信じた方がねいいことはあんだよ。はい、頑張れー。結局ね、そういうことよ。前半の2分とかも飾りですから。よいしょ。今が本番。回復して回復して、
マシ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 イカチー。そう、火力だけは一流です。防衛は知りませんと。さあ、ちょっと怖かったですけどね、まさかのライトニングミラーっつって。まあでも何も得るものはないよとただラット7500で試合してダリーっつってね、なんか信頼というかなんかね、なんか嫌な感じに思われるだけっていうね。誰も得せんマジで75から試合しても誰も得せん、うん、トレーニング以外では。けどやっちゃう、おもろい、ちょっとだけさあ来た、おお仲良し、私たちの友達だ、フレンズ。さあ、なぜ君は試合をしてるのかなっていうすごいな、7500同士のこの世で一番不必要な3分間じゃないこれ。うん、カップ麺の待ち時間の方が価値あるよこれ。よいしょ。さあ D がっぽいか、まあ練習するのにはめっちゃいいな。でもやっぱ今までねデッキ組んで、わマルチ行きたいけどこのデッキちょっと使うのな、もう数戦練習してやりたいなみたいな、わまあ多少あったと思うので、そこに関してだけはめちゃくちゃいい。あーやば、さあゴリゴリ攻められてます。まさかのエリポンガン虫できたっすね。ちょっといっちゃおう。まあ、ボープイらしいな。で、ウッドでヒーラーが、みたいな。あれ？うん。あれ？あー、なるほどね。エイグル強っ。マジで。ワンパンできんじゃん。まあ、相手が攻めてきたカウンターとしてね。いっただけですけど。さすがにここはキングと、あーうまい、それまだ俺も耐える、ヒーラーで、ヒーラーを餌にしてね。なんか下に隠れてんのがいるな。さあ耐えれば勝ちなんですけど、40秒これ耐えれるかな。いやーでもフェニックスも落ちてくれる。いやワンチャン耐えれそう。てか相手も結構攻めなきゃいけないんで、これ熱いぞ。これ噛み合ったらさ、あなたこれ守れる、なんならパワー落ちてもない。さすがにこの地獄の絵面は完成してんな。もうこれは守れないですよと。さあトレーニング対決、 I win。 ふぅー、コインだけもらえます。まああとはねカートタスク進めたりは便利かなみたいな7500いってない人とでも当たりたいな。75いってる人と当たってもね、エリゴレだし俺なんか変な感じになっちゃう。まあマジ75ででもエリゴレチンパン使ってたらお前どんだけ暇やねんってなるよな。さあ今回の相手はなんと75リーチです。いやでもこれはまあ本当に、まあ、したくはないよ、したくはないけど門番になんなきゃいけない気がする俺は。さあ一旦リポン置くぞ。まあ相手もなんか待ってるっすね、丁寧っすね。
まあ、一旦後ろから行くか。ぽい。さあ何が来る。おー、マザネクか。まあロイじゃいかな。最近ロイがちょっといるんだね。おー、来ない。めちゃんこ落ち着いてる。あれ来た。これエリポンまで合わせれたかな。ちょっとマジで暇のカード回しの。おー、うまっ。お、パッカンパッカン、こんにちは。おー、めっちゃいい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 。さあ耐久してる。相手の呪文ライトニングでしたね。てかライトニング打ってきたっすね。マジ？そっちにライトニング打ったら、あれ、これなんか危ない香りがねしてきてますけど大丈夫ですか、アレクサンダー君。はい、ライトニング打ちたいだろ。にょアレクサンダー君。にょなんか普通に嫌な恐ろしい形が。単体よ。にゅとか言ってごめん。全然相手のデッキようわからんけど、きち。お？マジでライトニング削りデッキみたいな。何これ。相手の主軸が出てこない。てかめっちゃ先行してる。あいつらバカだ。普通に吸って、マジで本当にただのゴリ押しでいけそう。マジでただのゴリ押しで勝てそうだな。あはははやば。なんかね、一歩噛み合えばボコボコにされてそうな試合だったんですけど、もう一戦ね多く頑張ってください。さあというわけで、こちらねエリゴレミラレージ、マジこれで世界一桁今いけますので、ちょっと皆さんもね使ってみてください。まあ7号行ってしまえばね、そこからは無限にね、マルチも潜れますし、気楽に、はい、やれると思うので、ぜひ7号も目指して頑張ってください。よければチャンネル登録お願いします。ではお疲れちゃんです。またね。